ではリクエストがありました。夏バテに効く、整体を行っていきます。ポイントとしては唾液を出す、それから首のこりをほぐす、でだるさを取るツボを押すといったところですね。ではやっていきますね。首周りからほぐしていきますね。夏バテの予防にはしっかり睡眠をとることも大事になるんですけれども、首の特にこの胸鎖乳突筋、ここが凝ってますと、力が入ってしまってなかなかいい睡眠が取れませんので、またこの首の横が自律神経の、凝りが出ますので、自律神経が乱れている方もですね、疲れが出やすくなりますので、そういう意味でもこの首の横とか前側のところがほぐれた状態になるように首をほぐしておきます。力加減いかがですか？あ、ちょうどいいです。はい、リラックスしていただくのも大事なので、あまり痛くないぐらいにちょっとソフトにやっています。左側のが太もも、歯とか関係ありますかね。なんか噛み癖かもしれないですね。噛み癖ありますね。それからですね、唾液の分泌を促すことも、結構夏バテは顎周りですね、耳下腺のところとか扁桃腺のところですね、苦しくないですか？はい、はい。それからこのここに唾液の分泌を流すツボがありますので、顎の下ですね、こういったところも押していきます。暑いと冷たい飲み物をたくさん取ってしまってですね、消化液の分泌が間に合わなくなったり、胃腸の機能が低下してだるさですとか疲れが出てくるということもありますので、唾液がしっかり出るということは消化能力がしっかりあるとか、唾液にはパロチンという若返り成分が含まれていますので、唾液がしっかり出るというのは若さの証拠でもあるんですね。
そういったことからですね、お顔から首にかけてを、まあ、よくほぐしておくことが夏バテの予防改善に、まあ、一つ必要になってきますね。それからこう頬を叩くのも、唾液の分泌を促します。軽く叩いていきますね。このような感じで、痛かったですか？はい、大丈夫ですか？はい、はい、はい、夏バテに効くツボ、お腹にもあります。みぞおちとおへその中間地点ですね。そこに中間っていうツボがありますので、ここを押しますね。ストレスを和らげたり胃の働きを良くする働きがありますので、このようにして中間のツボを押してください。次に全身のだるさを取るツボですね、今度は外膝の方から指4本分ほど下がったところの足の三里ですね、万能ツボの一つでもありますね。異形のツボになります。足の疲れを取るほかに体の、疲れを取るツボになります。に少し強めに押してください。で、反対も同じところにありますので押しますね。ここですね。押さなくてもですね、こう叩いてもいいです。このように外すねの膝下ですね、叩きます。それから足の裏ですね。以前にも紹介してますけれども、この親指側と小指側の膨らみの中央ですね、ここに優先というツボがありますので、ここを押します。バイバイ。
反対にもありますので同様に押します。以上が夏バテに効くツボになります。